昭和15年9月29日日曜日、雨、北風が吹き一気に冷え込む。今日も家内に代わって夕飯を作る。家内の婦人雑誌に目を通していると、ふわふわ雑炊なるものを見つけた。雑炊がふわふわするとは珍妙なり。急に冷え込んだせいか、くしゃみを連発していた家内も興味津々の様子。よし、一体どれほどふわふわなのか二人で確かめてやろう、そう思った次第である。今日の材料はこちらである。ではこしらえていこう。まずは野菜から。これは好きなものを入れれば良いようだ。鍋の人参といえば、いちょう切りが一般的であろうか。しかし私は短冊切りにする。人参をいちょう切りにすると他の具材より小さくなってしまって釣り合いが取れないし、箸でつまみづらくてかなわない。では厚めのいちょう切りにしたらどうかというと、煮えるまでに時間がかかるから、これまた具合が悪い。そこでこの短冊切りが鍋にはちょうど良いと思っている。次に主役のふわふわである。5人前で冷や飯をお茶碗6杯とメリケン粉15文目、すり鉢に入れて突き潰す。1人当たり冷や飯1杯ほどであるから、これで腹いっぱいになるなら節米の献立としては優秀であろう。節米が叫ばれるようになって久しいが、婦人雑誌は手を変え品を変え節米の重要性を説いている。例えばこんな内容である。毎月1日の講和奉公日に全国民が一切お米を用いないことにすると、1日1人の消費量を2合5食としても1日に17万5千石、半年間に105万石の節米ができることになる。これはもう婦人雑誌というより学校の教科書のようである。それにしてももち米を入れていないのによくくっつく。滅法か厄介なり。今度作るときはすりこぎは水で濡らすべし。あとは順番に具材を煮込んでいく。5人前でだしを1升2合、まず野菜を入れて火にかける。柔らかくなったら味噌50文目を加える。ひと煮立ちしたら先ほど突き潰した飯を入れる。飯が浮き上がる程度に煮えたら頃合いである。ふわふわ雑炊の完成なり。味噌、だし、野菜のうまみが飯にたっぷりと染み込んでいて、これはうまい。味はきりたんぽに近いが、きりたんぽよりも柔らかく表面がとろりとしている。肝心の食感はというと、ふわふわとはやや違う気がする。ふわふわともちもちの中間といったところだろうか。しっかりとだしを吸うから、これなら外米の混ざった飯でもボソボソしない。この間の卯の花ご飯よりもこちらの方が外米にうってつけではないか。日にちが経って痛みかけた飯でもこれなら十分やれるだろう。家内も普通の雑炊より食べ応えがあってうまいとのこと。体が芯から温まってくしゃみも止まった様子なり。今夜はよく眠れそうである。ごちそうさま。